ハロー。ハロー。今日はドライブです。ラスベガスの街を皆さんにちょっと見てもらいたいなと思って動画を回しております。いまだにさ感動するんだけどこの感じすごいよ、ね、すごいこの広さ道の見てください。この車線がないんです。もう適当なんです。適当さ分かる。確かにね、日本って真面目だよな本当に。改めて確かに定期的に白線がねメンテナンスされますからね。適当でご覧の通りアメリカは右側車線です。あの日本が左側車線だから世界的には珍しいらしいんだけど、やっぱりあそうなんだ。そう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 、日本とイギリスぐらいじゃないですか。ちなみにこれは今どこに向かってるんですか。いや目的位置はないんですけど、あーなるほど。なんか分かってないじゃん俺らまだ、どこに何があるのかっていうのが分かってないから、うん、ちょっといろいろぐるーっとさこの近所を回るというか、面白いものを探し、面白いものを探したいなっていうのと、まあ、あとはもうラスベガスといえば UFC の本社があるんですよ。カジノじゃなくて、ね、そうカジノじゃなくてね、だからそこを見ときたいなと思って。なるほどね。やっぱ右側車線慣れないで、ね、このさあの曲がった時に左側に入っちゃうんだよ。そうでしょ、正面衝突ね、正面衝突に俺2、3回ぐらいしそうになった。危なかった。こっちのやつね。そう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 、危ないよね。右側に入らないといけないからね。それ慣れないね、やっぱ。二十何年間もさ、その左側で慣れてるわけですから、うん、なかなか難しいね。確かに。あとね、赤信号で普通に右に曲がっていいんだよね。あ、そっち側ね。例えば今これね、これ曲がっていいんだよ、右に。一番向こうの右側の車線だけね。そう。すごいよね。赤なのに気をつけて渡れ。しかもさ、見てあの信号のさ太いやつがバーって確かにアンバランスや。力技だね。力技だよ、ね、日本じゃ絶対ありえないじゃん。だいぶ力技だな。力技だよ。風でガングは揺れてるから、ここしかないですからバランス的に絶対悪いですから。あのね、車とか通る車とかね見てるとなんかね、ボコボコの車とかある。なんかドアノブがなかったり、なんか穴開いてたりする。そんな車でも普通に走ってたりとかするし、横から中が見えてるプリウスあったもんさっき。そうそう、めちゃくちゃないよね。面白いなと思って。みんなねスピード結構飛ばすもんね。そうだね、確かに。飛ばしがち。確かに確かに、うん、ウインカー出さないみんな結構。そうだね。あとウインカー同じ色だよね、そのブレーキランプと。ブレーキランプの赤に対して、あんな感じで赤、はい、感じで、あ赤のブレーキランプ来るから、うん、見えねえ。飛行機、近くね、やたらとテイクが飛んでるんだよね。あー、たったった。もうすぐそこがね、空港だからね。うん、そういうことだ。あとね、歩行者が全くいない。あ、見てこれ、確かに全く歩いてないから。確かに。もう、ラスベガスの人らは車での生活っていうのが当たり前になってるらしくて、もう歩いて多分2、3分のとこでも車で行くみたい。うん、そうだからね、人がマジで歩いてない。ほら見て、まるで歩いてないじゃん。一応歩道はあるのにね、異様だよね。そして天候はめちゃめちゃ暑いんですよ、ね、だけど湿度がなくてもカラッとしてるんだよね、本当に。いい感じだよね。いい感じ。暑いけどいい感じ。すごくね過ごしやすいね。なんか朝とかめっちゃ気持ちいいもんね。でも朝起きるのだるいとかならない。もうパッて目覚めてふうみたいな。これやっぱり歩行者いないっていうのは運転しやすいですか。運転しやすい、かなり。そうっすよね、うん、かなり楽よ。だってチャリもいないしバイクも少ないもん。確かに、うん、確かに見ない。バイクも見ないわ、そういえば。そしてね、なんかちらほらさら地があるんですよね。なんでか分からんけど、東京だったらありえないですから。見えないよ。日本の田舎でもありえないもん、畑とかさ、それなりにあるもん。確かに。ほら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 、景色見るだけでさ、ワクワクするもん。あー、なんか面白いよね、本当に。あとね、景観がずっと似てて、道が全然覚えられない。確かに全然覚えられない、本当に。どこも一緒なんだよ、景色が。確かに、京都みたいだ。あれ、あれ、これじゃね。あ、これだ。おー、来た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 、これだこれだ、これです。UFC。 ここです。おお、かっこよ。広これか。え、ここで試合
やってるんですか。ここで試合するでしょ、だって。なんかケープの試合とかもここでやるでしょ。お客さん少しでしてて、あ、そうなんだ、すげえ。ここですよ、多分記者会見とかもここでやるんだな。うわーすっげえ。テンション上がるね。上がるね、これは。どっから入るんだろう、これはすごい。すごいね。なんかさ、アメリカのなんか UFC の選手ってなんかすごいなんかリスペクトされてる感じがすごくてさ、すごいね、看板とかもめっちゃ出てるし、ここにはないけど、よくさ、UFC の対戦カードとかいろいろでかくバンって出たりしてたじゃん。あったでしょ、ね、あったあったあった、そういうのあったり、あとは、なんかマネルケープが UFC ファイターだと結構優遇されるみたいなこと言ってて、で、なんか警備員のちゃんとバトルしてた時もめちゃめちゃアピールしてた、俺は UFC ファイターだぞ。日本もさ、やっぱライジンファイターだったらもう本当にすげえみたいな感じに、ね、ならないとダメですね。お、見てください、セブンイレブンがあります。そしてこれはセブンイレブンのガソリンスタンドです。え、もう日本、すげえ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 、くっついてるんですかこれ。くっついてて、見て、セブンのガソスタ、すげえ。入ってみて、ちょっとサブちゃんかなんか行きますか。コンビニ入ろうか。コンビニ入ってみた。入ってみますか。うん、いいじゃんいいじゃん。どんな感じなのか気になるね、めちゃくちゃ、うん、こう見てるとさ、なんか結構食べ物とかさ、ピザとか、うん、なんだろう、あとハンバーガーとかさ、ね、本当に油多めのやつばっかりだよね。そうなんだよね、サンドイッチ、ピザ、フライドチキン、バーガーがもう乱立してる感じだよね。そうそうそう。もう外食するとね、太るな絶対で、外食 してる人らみんな太ってるもんね。なんかお店にいる人ら、確かに、もう日本じゃ見れない大きさの人たちがいるよね。本当にどうですよ、ね、いやさ、いいっすね。なんか全部が全部新鮮だからさ、楽しい。ドライブしてるだけでも楽しい。楽しい楽しい。いや今日さ、雲あるけどいつもなんかないよね。あ、確かにね、まあほぼないけどね。そういえば星もないっけ。あ、夜見えそうじゃない？ないかも。なかった気がするな。この辺だったらさ、めっちゃ綺麗に見えそうじゃない？実際、うん、見えそう。あんま光が少なくて、あとは観光とかはできてないの？全く全くできてないよね。少ないですね。だから来てね、初日から彼がジムに行くからおかしくなっちゃった。最初の3日ぐらいでちょっとだけ回ろっかみたいな話もあったんですけどね。そうそうそう、言ってましたからね、最初はね。時差ボケとかなんか寝不足だから最初はもう行かないって決めてたんですけど、来て初っ端から行きましたからね。結局ね、結局行ってるやんっつって結局行っちゃったんで、ね、だからまあ俺日曜が休みなんで、うん、そのオフの日はちょっとみんなで出かけましょうか。なるほど。いろいろなんかさ、観光名所みたいなとこ行こうよ。そうね、うん、あとはバンジージャンプとかもあったからさ、大森のリベンジバンジージャンプがあるから。もうさ、それこそ多分やばいんだよ。日本より絶対怖いしね。なんでこんな楽しいとこにさ、せっかく来れたら、その一番辛いことやらされるの。ラスベガスリベンジャーズです。あ、でも、あれやってみたい。ジップライン。やろうぜ。ジップラインね、俺は無理だな。いけるいける。マジでいけるよ。よし、メインチャンネルで皆さんやりますんで。楽しみだな。もっとあるじゃないですか、なんかさ、うん、レッドロックとかさ。レッドロックは行こう。レッドロックは行こう。それさ、なんかあの平和なやつにしようよ。いや、平和なやつも必要、両方必要。せっかく来たんだよ、だって。まあそうだね、うん、こんなにさ、なかなか来れんやん。まあそうなんだけど、うん、せっかく来たならシリーズで行くんだったらさ、うん、ほら、シルク・ド・ソレイユとかさ、うん、本場じゃん、うん、そういう、安全なやつにしようよ。いや、やっぱ、いや、何事も挑戦していかなきゃ。リクドスレイもね、さ、もうエンターテイナーのトップですから、YouTuber として。ね、それはね、見たいよね。ちゃんと一回見てさ、うん、両方行こう。両方か、両方か。まあ、1ヶ月ありますよ。なんかグランドキャニオンだっけ。あー、行きたいね。グランドキャニオン、でも結構遠いみたいじゃん。あ、遠い。車で5時間とか。え、そんな遠いんすか。うん、あ、そうなんだ。そうそう、だから結構その遠いんだよね。ヘリで行けるツアーも出てるらしいけど。高そうだな、それ。そう、めっちゃ高いんだよ、それは。結構な値段するから、まあ、せっかくなら行ってもいいかもしれない。見ては見たいよ。なんか上に乗れるんだって、グランドキャニオンの上の方。上に乗れるのかな、その谷底に降りれるのかな、ちょっとよくわからないけど。
ってみたいな。カジノもちょっと行ってみたいですね。やってきなよ、斉藤くん。今年の生活費稼いじゃおうかなと。そういうこと言うやつ大体負けるやつ。大体負けるやつ、そういうやつ。やっぱり根拠のない自信って大事じゃないですか。まあ、時にはね。時には大事。成功者はみんな根拠のない自信から始まってるんで。そうでもないと思うよ。ちゃんと理由がある自信だと思う。根拠の自信ない自信から成功する人もいるって感じ、ね、そう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 、うん、そういう人が結構多いらしいんですよね、うん、そうかもしれないね。僕もちょっと自信を持って勝負したい。いいじゃん、斉藤くんはいつも何でも何事も自信満々だから。スタバ多くね。スタバ多い。スタバ多いでかいしね、そして、うん、なんかスーパーの中にもさ、あるよね、うん、ある、あの人かわいい。え、うん、何急に。いや、なんか、なんて言うんだろう、こう、すみません、なんでもないです。この辺なんかちょいちょい人歩いてますね。え？3人ぐらい。急に会話やめるじゃん。急に会話して急にやめたよ。大丈夫？さっきさ、なんかの赤信号で止まってる時になんかさ、おっちゃんいたよね、間に。止まってる車と車の間にさ、一人ずつコンコンってやってね、コンコン、新聞どうですかみたいな。怖かったよね、あれ。怖かったね、マジで。ビビってや、ビビった、ビビって開けれなかったもん、ね、うん、やべえ、開けたら終わると思って、うん、この結構聞いた、結構ビビってたっしょ。結構ビビってた、ね、結構ビビって怪しい人だった。最後そう、絶対開けちゃダメ、絶対開けちゃダメとかやね。一番びっくりした。本当に怖いですからね、もう本当に夜中とか一人で歩いてたらなんか結構な確率で襲われるらしいね。リアル強盗普通にいるって言ったね、うん、そう、強盗があるから。だから本当に全く歩いてない誰も、うん、夜もう暗くなったらなんか8時とか9時ぐらいに暗くなるともう誰もいないよね。誰もいない。いたとしても結構決まってるヤバい人ぐらいだったもんね、うん、そう。まあ、誰の格好で行ってきますか俺が。じゃあ帰ってこられなかったらシャレにならない。シャレにならない。銃だからね。バズさん連れてでくれば勝てるもん。いやいやいや、厳しいんじゃないですか。そんな6発も連続で避けれんでしょ。いや、ディザームするんですよ。あ、ディザーム、ね、全部全部。お、観覧車じゃないですか。都会の方ですかね。多分あのラスベガスのど真ん中の方じゃない、こっちが。夜ほんとやばかったよ、あの辺の。うん、超綺麗だったね。ギラギラ感がもう、うん、眠らない街。映画でしたよ、ほんとに。すごいね、なんかアメリカ来たなって感じしたもんね。あれ確かに。うわ、アメリカいるわってなった。だって12時ぐらいでも人がすごかったし、うん、全部店開いてたしね、うん、なんかさ、ホンダとかトヨタとか日本の車がめちゃめちゃなんか走っててさ、うん、日本の車ってやっぱすごいんだなって。なんか確かにプリウスめっちゃ多いよ、ね、多いよね。しかも古いプリウスがさ、あ、確かにあれ海が乗ってたやつやん。そうだ、あれ正面に止まってるやつ。古いプリウスがいっぱいある。何これ、陣屋ラーメンバー。おーおー、気になるけど全然入りたくない。ラーメンバー、ラーメンバーってどういうこと。聞いたことないです。めちゃくちゃなの。陣屋ってさ、カイチの近くになかった。あ、ラーメン、ラーメン、陣言ってたよね、あ、そう、陣だ。よく言ってたよね。言ってたね、言ってたわ。見て、あそこ寿司屋、寿司屋って書いてある。絶対嘘やん、カタカナで寿司屋。あ、今ちょうど見えない、ちょうど見えないけど、 あそこのね、モールの中に寿司屋ってあります。ちょっと入ってみようよ、そこ。入ってみよう。入ってみようよ、なんか気になるじゃん。いいよ。アメリカの寿司はもうめちゃくちゃだからな。刺身と米があったらもうそれは寿司、うん、そういう解釈だよ、きっと、うん、いや、上にチキン乗せても寿司だったよ。もはやなんか米になんか乗っけてれば寿司だし。チキンもだったっけ。チキンもそう。なんか変な丼みたいなやつも寿司って売られてたからね。キッカ寿司って言われてる。来た来た、あ、竜、侍、侍、え、すごいじゃん、なんか、うん、侍ジャパニーズ BBQ& クリーム。これ
ジャパニーズレストランじゃないかな。かもしれない。かもしれないね。サンガって知ってる有名な、まあ、割烹料理屋さん。寿司屋。All you can eat。どういうこと？食べ放題。食べる。寿司。サンガってとこ行ってみたい。サンガは、まあ、懐石料理です。高級？高級。日本だと一人3万ぐらい。見てくださいあの正面。ラーメンボーイズって開かないと書いてあるんですよ。アメリカの人漢字とかもさ意味分からず入れてる入れ墨ホテル見て見てカフェさぬきうどん天ぷらカフェさぬきは怒られる香川県にやばいカフェさぬきめちゃくちゃだなめちゃくちゃだな面白いなでも日本人気なのかなだけど日本のさ料理ってみんなうまいって言うじゃん外国人もだから、うん、その日本の名前がついてたら美味しいんだなっていうあれがあるんだよねなるほどねそれはあると思うなるほど、ね、テクニックですねテクニックですね行ってみたいな人行ってみようかそろそろ行ってみたいですよね、うん、確かに全然違うかもしれないですね、ね失敗も食らってみたいですよね、確かに日本料理屋行ったら思ってたのに地形ですね、ピザとかばっかり出てくるかもしれないやりかねえいや面白いですね面白いし、なんか住みやすそうだよね、本当にラスベガス。ね、確かに。俺はもう4日目にして結構気に入っちゃってんだけど。すごい。だいぶ気に入っちゃう。ね。で、まだまだだな。ちょっと怖さの方が強いな。マジで楽しい。なんかさ、レジとか行ってもさ、絶対話しかけてくるじゃん。なんかその、うん、挨拶みたいな感じかな。うん、なんかハワイよみたいな、うん。なんて答えたらいいんや。How are you?How are you? って言い返せばいい。Good, how are you? And you? とか言ったら。なるほどね。Have a good day? とか言ってくれる。なるほどね。もう今んとこ Thank you しか言えてないんだよ。Thank you。Thank 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 you で乗り切ってるの。Thank you って言われたら大丈夫だよ、多分。悪いことないから。Yes だけ言ってると危ないって言われてる。失敗起こるから。なるほどね。今からね、練習に行くんですよ。おう。練習をちょっと密着しますかね。あ、夕方練、夕方練を。いいっすね。ジムの紹介とかさ、うん、ものすごいからさ、ジム。そうなんだ。だから、うん、俺は結構衝撃を受けた、ね、こんな、こんなでかいの。だから、ちょっと YouTube でジムの密着を。楽しみ。していけたら。はい、そんな感じですね。またあれですね、夜のラスベガスの街を見て。スカイツリーだ見て。すげえ書き消すじゃん。めちゃくちゃ書き消す。アメリカにもあるんだね、スカイツリー。誰が、ずっこまんよ、もう。ケンタッキー。ケンタッキー。え、何やね、B&C カメラ。ビッグカメラか。待って、あれスカイツリーじゃん、完全。みんな誰、協調性がなさすぎる。誰も好き放題喋ってます。ということでね、練習も英語も頑張っていきたいと思います。じゃあ、皆様、こんなところで。バイ。やっぱ、アメリカってさ、もう、バーバーの、なんていう、本場だね。本場でしょ。Recommend a taper. So like just the sides? Sides, back. You know, take some off the top. But it would be like a, it's like a blend all the way around. We could go down to skin. You want to go down to skin? Skin fit. How much did it? Another one. Beep, beep.